はい、今回の暗号通貨ニュースですけども、私がね前回これどうかなって言ったのが、まあ早速値上がりしましたんでうまくできた話ですよね。まあその辺もちょっとね動画の最後にお話ししようかと思います。ではまずはオーソドックスなところから始めますので、画面を切り替えてご覧ください。はい、コイン月光ですよね。ヤモリちゃんのコインマーケットキャップみたいな感じですけども、ビットコイン510万円を超えて520万にも一時期行きましたよね。もうこれね500万を割ることはしばらくないだろうなと思いながら見ていけばいいと思います。ただし 10% のビットコインのボラティリティで、セルに向かった場合ね、これ460万ぐらいに一気になりますんで、その時に狼狽しないような心づもりが必要だと思います。同時にですね、どこまで値下がりしたらもうエグジットするのかってこともやっぱり決めておきましょうね、投資ですから。で次イーサリアムですけども、私はイーサリアムね100万円ぐらいまで伸びるというふうに考えてるんですよ。でこれからまだイーサリアムはバージョンアップが進みますんで、そうですね、2017年18年ぐらいにハードフォークみたいなのがイーサリアムでもありましたけども、そんなんね問題にならないぐらいイーサリアムは進化すると思います。まあビットコインとは違ってイーサリアムってのはまだまだね開発途中というところもありますんで、もっとねボラあのですかね、潜在意識はあるんじゃないかなと思うんですよ。潜在パワーっていうのがね、うん、潜在需要ですか。はい、で次はテザーポルカドットはちょっとね私は全く無視ですもう気にしてないです。エーダがやっぱり大好きなんで今5位にいますけども、こちらもねブレイクする直前ですよ。2月に大きく値段変えると思いますよ。うん、まあこのぐらいしか私は言わないようにしますけどもね、詳しくは渡辺瑞香さんの動画をご覧いただければいいんじゃないかなと思います。動画概要欄につけておきます。でリップルなんですけども、リップルはまあどうでもいいやもう損をすることはないと思いますんでね、一度諦めていたリップルがもう損をするところがないというところまで来てますんで、このままあれですか、リップルは70円なり200円なりに向かうんじゃないですか。まあ消えるかもしれないですけどね、わかりません。それではね今日のメインテーマなんですけども、フィンフィンネットワークいきましょうか。112位に今ランキングされています。フィンフィンネットワークね、これ多分フィンフィンネットワークでいいと思うんですよ。 XDC ですけどもね、急に興味が出てきまして、これ前回お話しておかげさまで値段上がったでしょ。ですんで誰か買ったんでしょうね。私の放送を見て買った方もいると思うんですよ。まあどちらにしても今エグジットすれば利益確定が可能になりますので、まあ購入枚数にもよるんですけどもね、フィンフィンネットワークで儲けたい方は今利確すればいいんじゃないですか。こちらにね24時間出来高取引高っていうのがあります。時価総額もあります。こちらから計算していくらぐらい自分が購入すれば相場に影響を及ぼすのかってことを考えて、それだけの資金量とリスクが取れるようでしたら、まあこういった通貨っていうのはそこそこをね買って、で買った瞬間に値段が上がりますから、その時に売ってっていうのを繰り返して、まあ、一人でボラティリティ作ることもできます。多分フィンフィンネットワークぐらいになったらそれも可能なんじゃないかなと思うんですけどね。でこのフィンフィンネットワークのプロジェクト自体はもうちょっとね深掘りして知っていこうかと思いますので、ちょっと別のね動画を作りますね、フィンフィンネットワーク専門の。はい、でここに書いてあるのはちょっと読んでみましょうか。フィンフィンネットワークについて、今日のフィンフィンネットワーク XDC の価格は 3.17 円ということでございます。24時間の取引高はこれこれですと。過去24時間で価格が 59.8% 上昇していますね。だから6割上がってるわけですよ、前回放送してから。こういう通貨なんですよ。私が放送してそれを聞いてなのかどうかわかんないですけどね、一定の会話起きたんでしょうね。そうすると値段がこれだけ上がるんで、じゃあ100万円買った人は今利確すれば日当60万完成するでしょ。でインドダックスで買えばいいと思いますよ。私もインドダックス使ってますけども、フィンフィンネットワークインドダックスでね買ってください。ただ今日このフィンフィンネットワークを買うと、昨日おととい買った人が利確する可能性がありますので、もしかしたら今日買ったら赤字になるかもしれないです。まあ、ですので投資は自己責任でよろしくお願いします。ということでね、暗号通貨の中でもアルトコイン、いわゆる草コインですけども、人が話題に出す前に買わないとダメなんで、私がこうやって動画を作った時点でもう遅いんですよ。まあ言ってですね、動画を作ってその直後に買えばまだね、1時間以内に買えばまだチャンスはあったと思いますけどね。で今日の時点で、あれ久保さんフィンフィンネットワークのことまた話してるの、だったら買ってもいいかな、値段上がってるしと思うと、これリスクが高まった状態です。その辺もね計算しながら
じゃあ別の通貨を同じパターンで見ていけばいいんじゃないかなっていうふうに考えることも必要ですよ。だからね、草コインで儲ける方法特集でもやりましょうか。草コインで儲ける方法はね、そこそこ資金量があったら一人でできますただ他の大口がいないことを確かめないと、他の大口の方が同じことを考えててね、で、例えば私が今日ね、ある特定の通貨にバッと入った瞬間、100入った瞬間、昨日エントリーした方が200決済すれば、結局マイナス100落ちるってことなんで、私は含み損を抱えるんですよ。その辺も考えながらやっていきましょうね。それでは本日は以上です。